こんばんは、6月18日午後7時になりました、記念すべき回数の1個前ですね、399回ということでね、歴史的な数字ですね、ということでですね、今日の松代なんですけども、最高予想気温は25度だったんですけども、25度いかなかったですね、寒かったですよ、私今日ね、25度っていうかね、半袖来たらね、寒くて今上着来ましたね。ということでね、全国的には新聞、今、夕刊慌てて持ってきたんですけどね、大阪で震度6弱、9歳の女の子3人死亡、いやー、大変でしたね、大阪の中心部直撃、交通網麻痺、飯田でも震度3ということでね、夕刊に載っております、広い日だったですね。ということで、今日もいつもの通り生放送でお送りしております。今日のゲストなんです。綺麗な方や若い方、ね、この方はね、豊坂小学校の教頭先生なんですよ。山口奈緒先生、よろしくお願いします。ところでね、山口さん、今年教頭先生ということで赴任されたんですけども、はい、どうですか、豊坂においでになって印象は、まず、はい、はい、私、前任校が、はい、まあ、受け持った学年が73名おりました、はい、学年で学年で73名おりました。豊坂はで豊坂小学校は全校で76人ということで、非常にね、一人一人の様子や個性が分かって、はい、こういい感じでね、過ごすことができています、うん、はい、やっぱり家庭的な雰囲気でしょ。そうですね、一人一人の良さが分かるということもありますし、うん、少人数の良さを生かしまして、縦割りの姉妹学級の活動を多く取り入れております。縦割りの姉妹学級、はい、例えばですね、はい、1年生と6年生が一緒に授業、うん、活動を行う、ここにある写真が、はい、そうです、春の時に春散歩ということで、1年生6年生一緒に出かけております。6年生は押し花作りのために、うん、で1年生は地域を知るために行っているわけです、うん、はあ、普通の学校では1年生と6年生が行くなんてことはないでしょう。でもね、仲良く手をつないで、はあ、行ってて一番いい学年だなという交流としては思いました。でこの次は何ですか。はい、この次は逆にこれは3年生4年生の交流です、はあ、この学年はまあ、ね、1つしか離れていませんので、同じような、年齢と言ってもいいと思うんですが、それで、交流スポーツというような授業を行っています。4年生が一生懸命企画をして3年生が楽しんでくれるようなということで、思いやりを育む授業が、うん、展開することができるかなと思います。あと5年と2年残ってますか。はい、5年生2年生も写真はございませんが、本当に活発にやっています。毎日掃除は2年生5年生ペアで行っております。あ、ペアで。はい、はー、珍しいですね。そうですね、なので5年生が2年生に教えてあげるっていうようなね、場面もよくあります。いいですね。はい、その他にもひまわり、ね、畑に行ってひまわりの種をこの前一緒に植えてきました、うん、あ、そうですか、はい、で、そういうことでね、今お話しいただいたんですけど、全体的にはどんな子どもたちですか。子どもたちはね、非常に一番いいなと思うのは、挨拶がいいです。まず先に自分から言えるとて、ハキハキとした明るい挨拶です。それと礼儀正しい他に、うん、自分の意見をしっかり最後まで言うことのできる子が多いなと思っています。俺もしっかり言えますね。はい、挨拶ね、今の子供たちはね、挨拶言いなかったりお礼を言えなかったりする多いんですけど、そこら辺が素晴らしい。私もここまでしっかりできる子供たちに出会えたのはちょっと久しぶりだなっていうふうに思っています。それこれしてない。いやいや、もう本当に今までとどこよりもいいななんていうふうに思うぐらいいい子どもたちですね。ということでね、素晴らしい子どもたちの中でね、先生、教頭先生なんですけども、なんか今年豊坂小学校は140周年だった。
じゃないですか、はい、そうなんです。で、豊坂小学校は桜の学校として有名なんですね。これですか？はい、そうですね。あの写真の方に、まあ、ちょっといや、その後ね、はい、桜が本当に見事に咲いております。今年は入学式の時に七分咲きでした。それで、はい、それに合わせてですね、140周年記念事業の一つとして、ね、はい、今年は、まあ、みんなでお祝いをありがとうをしようということで、いろいろな事業を実施計画いたしました。すでに実施されたものもあります、うん、それがあの今日ここに飾らせていただきましたパネルなんですが、うん、まあ、桜の学校として有名なんですけれども、90年ほど前に実はソメイヨシノ130本植えられておりまして、そろそろ寿命を迎えているということで、新たに140本江戸彼岸桜を植えるという活動があります。今はソメイヨシノなんですか？そうなんです。なんで江戸彼岸桜になったんですか？あ、江戸彼岸桜の方が、ね、寿命は長いし、そうなんですか、聞いております。あ、研究してますね、はい、いやいや、私もね、教えていただいて、そのまま話もしました。あ、そうですか、素晴らしい。で、まあ、あの地域の方がボランティアで募りましたところ、100人以上の方が来ていただきました、うん、で、まあ、傾斜のたくさんある学校ですので、うん、はい、坂のところを皆さん地域の方にこのようにやっていただきまして、これは女性の方はね、こうやってお水をくれたりしました、うん、で、まあ、植えていただいたんです。重機も使いました。やはり手掘りでは、うん、あのできないところもありましたので、こういうところをあの地域の方、保護者の方にやっていただきました、うん、なるほど。土曜日に行われたんですが、翌月曜日ですね、子どもたちもこの掘っていただいた穴のところに植えました。これはじゃあ重機で掘ったんだ。そうです。あ、なるほど。手掘りのところもありました。ああ、そうですか。で、このようにね、あの植えていったんですが、はい、やはりここでも姉妹交流ということで、低学年と高学年がペアになって一緒に植えました。なるほど。お水もやはり大変なので、こういう感じでやりました、うん、ということで一人一本植えることができました。なるほど。先生、これはあれですか、あの学校の先生中心、 PTA とか地域の方とか、はい、どなたが中心になってやったんですか？ あのね、PTA の方が計画してやっていただきました、はい、じゃあ地域の方も皆さん100人。そうですね、はい、もう本当に地域全員全体で140周年をお祝いするということです。その他にはあれですか、はい、記念事業っていうのは何かあるんですか？その桜を140本植えた他には。はい、はい、ですね、また写真なんですが、どれですか、どれですか、はい、この写真は子どもたちの全校運動の時の写真なんですが、はい、遠くのこの壁の部分をちょっと見ていただくと、はい、的のようなものがあるかと思います。あ、白いのがあるんですか？はい、そうです。そこのあの壁のところに、全校児童で絵を描く壁画大作戦というのを計画されています。先生、これ幅とか高さも相当あるんじゃないですか？あ、相当高いですね。もう2メートル超えですね。あ、ですよね、はい、そこに子どもたちが描くんですか？そうです。何、自分たちで勝手に描いていいんですか？あのそれはですね、アイデアを募集しまして、はい、どんな絵を140周年 の壁画に描きたいかといったら、うん、やはり桜の絵を描きたいと。そしてあの PTA の方で、はい、あの芸術家というか芸術を、ね、仕事にしている方がおりまして、その方に指導をいただいて実現することとなります、はい、じゃあプロが指導して子どもたちが、子どもたちも描くんですか？子どもたちも描きますが、まあ、当初は一人一つ絵を描こうっていう話もあったんですが、はい、やはりこれだけ大きなところですのでね、まあ、あの一枚の絵を全員で仕上げるっていうような、そんなコンセプトで今進んでおります。じゃあそのプロの方が全体的な構造を考えて、はい、子どもたちがこう、私はここの部分だ、この部分だっていうふうに描いてるってこと？そうですね、はい、楽しいですね。いや、もうどんな絵になるのかね、今ワクワクしています。そうですね、また2学期、8月の終わりから9月に、実施されます。
素晴らしい、はい、あとその140周年の記念事業って何か他にもあるんですか。はい、記念誌を作成いたします、はい、で今からですね、ドローンで、ドローンで、はい、あ、なるほどね、はい、学校の全体の風景を撮ったり、また再来週に音楽会がありますが、全校児童と保護者の方、そしてお見えになった来賓の方の記念撮影もあります。素晴らしい、この事業は盛りだくさんですね。そうですね、素晴らしい。であと、まあ、140周年のところでね、はい、今年はまあ大変だと思うんですけども、はい、その全体的にはですね、はい、なんかそのコミュニティスクールのことについても、はい、大変力を入れてられるそうなんですけども、全国的にもやっていることなんですが、はい、長野県も新州型コミュニティスクールという、はい、活動、まあ、実践ですかね、はい、そういうことを今推進しております。これは何かって言いますと、地域の方が学校に来ていただいて、一緒に関わって教育活動を行う、子どもたちを育てるというような試みで、試みというかもう今始まっておりますね。それ全県で取り組んでるんですか。はい、豊坂小学校だけじゃなくて。もうね、全県での取り組みです。はい、素晴らしいですね。で、豊坂小学校ではどんなことをやってるんですか。はい、例えばですね、実はこれを見ていただくと分かるんですが、今3年生がケーキですかね。うわ、はい、ちょっと持ってみます。なんですかそれは。なんかうわ、懐かしいと言っていただけると嬉しいんですが、はい、蚕ですね。松代は養蚕が盛んなところだったんですけど、こっち見てますよ。私もやっぱり子どもたちと飼ったことがあって懐かしくていただいたんですが、3年生が今これを育てております。で、これもやはり地域の方が先生となって蚕の育て方を教えていただいてやっています。あと2、3日中にね、これね、眉になるんですよ。本当にかわいい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 、私かわいくてかわいくて仕方がないんですが、いいですいいですはい、それで、はい、先生はもう本当にね、かわいいかわいいっておっしゃってるんですけども、はい、子供たち怖いなんて人いねえですか。それがですね、毎年行っているので、子どもたちは逆に楽しみにしています。で、私がこれを職員室に置いてあったら、みんな集まって、はい、わあ、蚕だ、私も飼いたい、僕も飼いたい。やっぱ3年生が飼うのは本当に羨ましいっていうぐらいな感じですね。4年生また飼いたい、2年生は早く飼いたいっていう感じですね。素晴らしい。それは全校、まあ、76人、5人ですか、はいはい、皆さんこの蚕を可愛がってますか、こう見て。そうですね、もう身近な生き物としてそれ職員室で飼ってるんですよ。私ね、職員室で飼って、多分職員室で飼った人は初めてかもしれないですが、私はもう好きだったので、いや、また久しぶりに会えたと思ってまあ、なるほど。それはもともとはどっか地域の方が、地域の方がこれをって言って、ですね、まあ、1例、2例、3例って脱皮するためにするんですが、子どもたちは4例の状態でいただいて育てていますね。5例ぐらいになってたかもしれません。はい、分かりました。素晴らしいね、教育もされてます。あと先生、その、はい、なんか全人口で、はい、なんか花蓮根かなんか作って、あ、はい、雑誌っていうか雑誌にまとめたとかっていう、もう自分のことなんで簡単に説明しますが、ここにこのふるさとの大地という本のところに執筆させていただきました、はい、昔花レンコンをのレンコン掘りをしたっていう実践です。まあ池の中に入るともう入ったきり出なくなり大変でしたが、食用レンコンじゃない花レンコンを食べるという経験をさせていただいたことは本当に貴重でした。これも地域の方がいなければできなかった実践です、うん、で、今それは全人口のところで、はい、そうですね、今もそんなことをされてるんですか、そんなようなことは。まあ、今はね、子どもたちは例えば5年生は田んぼをやっていますが、これもやっぱ地域の方がね、先生になってやっているんです。豊坂小学校は
もう地域の方たくさんいろいろできますので。田んぼ作ってるんですか？私は苦労してこういろいろ地域の方を探し歩いたというところですが、豊坂小学校は地域の方がどんどん来てくださって教えてくださる、そういう面では非常に恵まれている学校だなというふうに思っております。あと田んぼ作ったり、まあ、いろいろ作ってるんですか？そうですね、田んぼとか、田んぼもやってますし、はい、まあ、野菜なんかも教えてくださったり、耕してくださいます。先に子どもたちがやりやすいように。あ、なるほど、はい、それみんな地域の方がボランティアやってくださいますね。で、先生、まあ、時間もね、はい、もう進行悪くて時間もなくなってしまったんですけど、いいえ、長野オリンピックの後に、はい、なんか一個一個運動をされてるっていう話聞いたんですけど。そうですね、うん、1998年にオリンピックが来た時に、はい、まあ、一個一個運動、はい、始まりました。で、豊坂小学校は台湾と交流しているんですが、はい、20年経った今もその交流が続けられております。素晴らしい、はい、それで交流っていうのは台湾行ったり台湾から来たりしてるんですか？実際に昨年度は、うん、児童が台湾に行きました、はい、そしていろいろと交流することができたり観光もできました、うん、今年は来てくださいます台湾の子どもたちが。何人来るのか、私も今年ねこの学校に来たので本当にそれを楽しみにしております。分かりました。はい、それは本当に先生楽しみなことはたくさんあるじゃないですか。あ、もうそうですね、楽しみで仕方ない、ワクワクしちゃいますね。本当にワクワクしますね、はい、私もお聞きしててワクワクしますよはい、分かりました。もうねだいぶ時間も過ぎてしまったんですけども、はい、お忙しい中本当に今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、素晴らしいでしょ、うん、いいね、私もねお聞きしてね、うん、ほんと今の言ったことね、うん、ワクワクしちゃった。そう、素晴らしい、私も一緒に行きたい、うん、そう、いや行ってくればいいじゃないですか、お手伝い、どうぞどうぞ、いいよ、やってんでしょ、お手伝いやってんでしょ。介護さんダメなの？介護はあんまりちょっとそうかね、介護だけはパス、パス、はい、パス、なるほどね、ということで、はい、来週ね、あ、来週だね、今週23日、23日ね、マンドリンの演奏会あるって言うんで、ちょっと来てもらってるんで、ちょっとお願いしますね。はい、どうぞどうぞ。あ、どうも、はい、よろしくお願いいたします。わざとお家でいただきましてありがとうございます。いいえ、とんでもございません、はい、このようなはい、お時間いただきまして、ありがとうございます。どうもありがとうございます。あ、これですね、はい、あ、三沢さん持ってくれてる、持ってくれてる、そうですよ、失礼します。はい、はい、ちょっとお知らせをしてもらっていいですか？はい、はい、今週の土曜日になりますが、はい、6月23日土曜日、はい、13時30分開場、はい、14時開演ということで、はい、松代マンドリンクラブ第28回演奏会を行いますので。28回まだ、はい、うわーすごい、いいえ、なんとなく28回になってしまいました素晴らしいですね、いいえ、ね、はい、入場の方は無料となっておりますの で、お気軽にお出かけいただけると思いますので。あれ毎年今ぐらいの時期になってるんですか？毎年例年ですと10月に行ってたんですけれども、なんで今年6月に？はい、文化ホールさんの方の改修工事でちょっと使えないということになってしまいまして、ちょっと前倒しして、ちょっと準備期間が短いのですが、はい、ぜひやりたいという部員の意見が多く出ましたので、はい、この時期になりました。部員の意見だね、部員じゃないね余計なこと申し上げます、はい、すいません、まあ、それ気合い入れてね、はい、練習してるからね、はい、まあ、なんとか。大体どのような曲を中心に？はい、演歌、それから流行歌ですね、うん、それからコピラー曲、うん、ポピュラー、はい、はい、それと演歌とか、はい、いろんな、じゃあ
ジャンルは別にして、はい、いろいろあの、ね、皆さんのお聞きになりたいような曲を中心にやってもらう。そうですね、はい、あの2部構成となっておりまして、うん、あの1部の方は、はい、あの今申し上げました通り、はい、あのポピュラーの曲、よく耳に馴染んだ曲、よく皆さんご存知の曲を中心に、それからあの2部の方は、うん、あのクラシックの曲などを、はい、あのマンドリン合奏のために、うん、編曲アレンジしたような曲とか、あとはあの合奏用に作られたオリジナル曲などを演奏いたします。はい、それもやっぱりね、来週のしゃべくりも、あのしゃべくりじゃない、あの豊坂小学校もね楽しみなんですけど、そうですね、はい、演奏会も楽しみですね。はい、豊坂小学校の皆さんにもぜひ来ていただければありがたいですね。ぜひあのおいでください。よろしく。無料ですから。はい。ね、はい。松井の文化ホールですね。はい。はい、お願いします。はい。はい、ということでね、宣伝してね、はい。ありがとうございます。はい、なんか他にありますか？そうですね。あと途中、あの途中といいますか、一部の終わりの方になりますけれど、あの皆さんで一緒に歌っていただくっていうコーナーもありますので。はい。そっか。一緒に歌えるんだ。そうです。あ、私はねよくカラオケ行くんですけどね、はい、1杯入らないと歌えないんですよ。まあそこで1杯飲むわけにいかねえからダメですね。そうですね、はい、シラフでぜひ。あ、ちょっと無理ですね。はい、はい、あの私あのお伺いさせていただいてね。はい、ありがとうございます。お願いします。ぜひお願いします。はい、わかりました。はい、あと他には何かありますか？いいですか？はい、大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。皆さんでぜひ大勢の方に来ていただけると嬉しいです。今週の土曜日ですね、はい、今週の土曜日23日、はい、1時半からでした、はい、2時から2時から開演ですね。はい、わ、はい、かりました。ぜひおいでください。はい、お待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで皆さん、来週のしゃべくりますのは、はい、来週の松代は、はい、松代じゃなくてしゃべくりますよね。あのね、来週はね400回記念、はい、ね、素晴らしいですよ。400回だ、ね、はい、拍手とはそれぞれ400回記念、ね、ちょっとね、あのあれ、特別番組でね、はい、うん、ちょっとね、洒落た名前しちゃったけどね、希望に向かってって、ちょっと何か知らないけど、言い続けたの。ね、希望ないからって言われてね、いや希望に向かってっていいじゃない。ね、で特別番組実行委員会なんて、ちょっと何か知らないけど立ち上げてさ、いいをつけたね。マスラトルビ局参加者一同、ね、うん、なるほど。でそれでやるっていうの、これでね、パーソナリティは誰かって言ったらね、みんな、みんなって書いてある。そうそう、書いてある。なんか本当に書いてあるじゃん。皆さん、ね、面白いじゃん。それでね、来週はね、ちょっとこれね、ちょっとこれと似たような感じで、皆さんかっこよくやろうと。しゃべくるまさん、ま、うん、あの真面目なんだけど、これ、うん、お笑い番組になっちゃうんだよ。あのたまにはね、400回だからね、はい、ちょっといいかなと思って。なるほど。うん、でもやるときはみんなちょっと緊張してやるんじゃないかな。そうだね。これ喋ってるときはこういう形でいいかな。わかりました。はい、そんな形で来週はね、はい、400回記念っていう形で。面白くやるってことね。うん、はい、楽しくやんな。楽しくね、うん。そういうことでね、来週はよろしくお願いしたいと思います。ね、皆さん見ていただきたいと思いますね。うん、そうですね。楽しくやりますんで。はい、まあいろんなね、中継もできればいいかなってあるんでね。中継もやるんですよね。そんな予定です。はい。はい、二元中継。うん、そうです、そうです。はい、ということで、はい、それでは来週のしゃべくりますのはどうぞお楽しみに。はい、お願いします。